球技選手対陸上選手、50m 走がどちらが速いのか、これまで数多くの論争がありました。そして私の動画でも数多くのコメント、そして誹謗中傷を受けました。その一方でですね、野球界では50メートル5秒台が続出、9秒98の自己記録を持つ桐生選手、その50メートル走の記録は5秒87。確かに桐生選手に勝てるかもしれないと思う人が多くいるのも無理はないと思います。しかし、とあるテレビ番組の企画でその論争についに終止符が打たれました。野球選手と小池祐貴選手、そして桐生祥秀選手、50メートル走対決を電動計測を用いて行った結果、こちらのようになりました。野球選手で最も速くても6秒31、そして陸上選手を含め出場者は誰一人5秒台で走ることはできませんでした。陸上のスパイクなしで5秒台を走ることはこれほど難しいことなんです。こんにちは、陸上ナビチャンネルです。よって今回はですね、野球選手がなぜ 50m5 秒台で走れなかったのか、なぜ陸上選手に勝つことができなかったのかについて科学的に解説をしていきたいと思います。野球選手が5秒台で走れなかった理由、その1、持ち記録が手動計測であること。皆さんお知りかどうか分かりませんが、手動計測と電動計測では手動計測の方がほぼ 100% 早く記録されます。過去にも紹介したこちらの論文では、洗練された陸上審判員が1000回以上 50m 走を測定した結果、電動計測と比較して平均して 0.27 秒速くなったことが分かっています。そしてほぼ 100% 手動の方が速く計測されました。それに加えて、陸上の審判員もしたことがない、指導経験もない、そんな人が計測した記録はさらに誤差が大きくなる可能性があると考えられます。よってそもそも野球や球技選手の多くが 50m5 秒台ではないということです。そして学校の 50m 走でも同様のことが言えます。そのほとんどが6秒台ですらないということです。これは皆さんにとって受け入れがたいと思いますが、これは紛れもない真実です。野球選手が 50m5 秒台で走れなかった理由、その2、持ち記録がタッチダウン計測であること。球技選手の中には特殊な測り方をしている場合があるということです。それがタッチダウン計測というもの。タッチダウン計測とは、1歩目をついてから手動で計測を開始するという測定方法です。過去にこのタッチダウン計測と電動計測の誤差を調査したデータによれば、なんと0秒87秒、タッチダウン計測の方が電動計測に比べ速くなるというものがあります。この調査については被験者の人数も明らかにされていないので、どこまで正確な数値かは不透明ですが、間違いなく 0.5 以上は誤差があると考えられます。事実ですね、今回のテレビ番組の結果も、持ち記録として紹介された記録と今回の記録はそれぞれの選手で 0.5 秒から 0.6 秒程度差が生まれていました。よってこのデータは正しいと考えられます。野球選手が 50m5 秒台で走れなかった理由、その3、スプリントテクニックの違い。陸上選手と球技選手の足の軌道には明確な差が出ました。まずスタートから数歩の足の動きを見てください。桐生選手や小池選手は他の選手と比較して非常に足先の移動がすり足かのように地面から低く移動しています。しかし野球選手は足先の上下動が激しく、動きのロスが大きいです。これは陸上選手がしっかりと地面に足をついた瞬間に前方に力を伝え、上下動をしない高い技術力を持っているからだと言えます。そしてもう一つ、野球選手の中には相手を意識するあまり体が過度に前傾していました。結果としてですね、過度な前傾は足が大きく後ろに流れてしまいます。これも足が無駄な動きをする原因です。結果としてですね、これでは絶対に速く走ることはできません。一方で陸上選手は足の流れがなく、上下動も少なく、最大の速度で地面に足をついて体を前方に運ぶ、この動作を基礎基本が究極までに詰められていたフォームです。ということでですね、ここまで見ていくと陸上選手がいかに高い技術を保持しているのか、お分かりいただけたのではないかと感じます。ということで以上がですね、野球選手がなぜ 50m5 秒台で走れなかったのかについてでした。しかしですね、この話、ただ陸上選手が野球選手より優れているということを言いたいわけではなくてですね、正しい評価をすることでその選手を正しいトレーニングや適切なスポーツに導くことができるということを言いたいんです。野球界では指導計測しかできないから正しい計測方法ではないけれども仕方なくやっているというようなコメント、そのような趣旨の内容を何度も見てきましたけれども、もはやですね、デジタル化そして技術の推進が進んでいる近年ですね、そのような環境は大きな投資をせずとも得ることができます。なぜそうしないのか、それは古くからの風習にとらわれているに過ぎません。
50メートル走に限らずですね、スポーツテストでは電動計測、正しい計測方法で行うことによって正しいスポーツ、適切なスポーツに導くことができる。そうすることによってですね、本当に才能がある人が陸上をやり、本当に野球の才能がある人が野球をやるというような適材適所というところが実現でき、それぞれのスポーツが活性ができるんじゃないかなというふうに考えています。はい、ということでですね、陸上ナビチャンネルでした。またの動画をお楽しみに。バイバイ。